元気らしいです、よかった。こんばんは。今日久しぶりにあそこ行った、スタバ。鼻水出た。なんかさ、ほうじ茶クラシックティーラテあるじゃないですか。え、あれが好きなんですよ、めちゃめちゃ。ラブリンさんじゃないですよ。ラブリンさんは先に帰りました。あ、ステッキありがとうございます。でしょ、あーやと一緒に行きました。あーやがついてきてくれたっていうか、一緒に行こうってなって、スタバ飲みたいねみたいな話をしてたら一緒に来てくれました。あ、ステッキやった、ありがとうございます。ラブリンさんを引き止めようと思ったんですよ、私は。そしたら私は帰りますって言われた。悲しい。そう、ラブリンさんは絶対帰るだろうなって思ってたんですよ。なんか時間が違くて、ラブリンさんは絶対終わった瞬間すぐ帰る人だから、エナの方が遅かったんですよ。ステッキありがとうございます。でもね、楽しかったですよ。あやめろさんがに誕生日プレゼントあげたらめっちゃ喜んでくれた。マジで嬉しい。なんかさ、本当にあやめろさん、マジで優しい。めちゃめちゃ喜んでくれるの。なんか求めてるリアクションをめっちゃしてくれるの。なんか言い方悪いけど、なんていうの、なんか、え、こんな喜ぶってぐらい喜んでくれるんですよ、私が思ってくれるより。マジで嬉しくなる。なんかあげたくなっちゃう、そういう人に。あ、ダメだ、また貢ぎ癖が。本当に優しい。マジで喜んでくれた、よかったと思って。ステッキありがとうございます。いろんな方に誕生日をあげなきゃ。久しぶりにプレゼント渡した。金曜日サイレンム売るって、ありがとう。好き。何、非公式で何や、何話したの、気になるんだけど誰か教えて。いや、非公式見てないから教えてください。ニコニコ生放送だよね、入ってるわ。出ちゃいそう、くしゃみでさ、見れるけど。何の話してんの、気になるの。みんな大事なとこが星になるの、おもろいんだけど。ちょうど
いいとこが見えない。なんか変な音。てかなんか普通に本当にどうでもいい話するんですけど、なんかずっとイカゲーム昨日と一昨日見てて、なんか永遠に 見てたじゃん。1話で4、あ、1日で4話見て、1日で5話見てみたいなとこあるじゃん。なんか本当に、なんかロスっていうか、なんかつまんなくなっちゃって、急になんか、あ、自分そんなハマってたんだなって思ったの、めちゃめちゃ。なんかさ、アイドルとかがさ卒業した時にさ、みんながロスとか言うのがなんかすごい分かったの。あ、こういう気持ちなんだっていう、今めっちゃ感じたの。ってなる気持ちがめっちゃわかるっていう話。あ、プロフィールいじられてたね。絶対いじるとこないけど、なんか、あ、そういうことなのかなっていうのがね、若干わかりました今日。若干とか言うの。え、なんかみんな公演歌ってるよ、嬉しい、好き。嬉しい、久しぶりにサイリウムとか見るわ。楽しみがなくなったんですけど、なんかいろんなおすすめを私は教えてもらって、なんかお姉ちゃんがそういう、なんて言うんですか、イカゲーム系っていうのが好きらしくて、なんかいろいろ教えてくれた、今回見てやろうと思って見ようと思ったら時間だった。後で見よう。こんばんは、こんばんは。てか今日なんか珍しくって言ったら分かんないんですけど、今月最後のお買い物をしようと思って、っていうか普通にレッスンしてたんですよ今日。でレッスン終わって、なんか手ベタベタすぎて、どうしたって思ったぐらい手ベタベタになったの。え、自分めっちゃ今日手汗かいてる日と思って、で なんでって思ったの。本当にびっくりするほど手が濡れてたの。自分手洗ったっけって思うぐらい、本当にびっくりして、え、何って思ったら、え、何これ、なんかありがとう欲しいみたいなやつで、そしたらなんかスマホケースからなんか液が溢れ出してきてて、多分でもなんか穴を探ってもただ手がベタベタになるだけで穴が探れなかったんですけど、あ、ありがとうございます、敵も。そしたらだからちょっとスマホケース使えないじゃんって思ったの。だから買いに行ったんですよ。でもわかんない、本当にそれが原因なのか。でもめっちゃそれから溢れてるような気がするんだよね。リボンありがとうございます。だからエナはもう今月はお金を使いません。サイリウムとなんか宝箱みたいなやつありがとうございます。え、1日の声当たったよ。だってえやった、ステッキありがとうございます。え、マジで嬉しい。え、本当にサイリウム振ってください、ぜひ。ね、なんか違うんです、金欠じゃないんですけど、なんか自分エナのなんか思ってることとして、絶対キリのいい数字で
家の数字、いい数字で終わらせたいの。で、なんていうの、例えばこんなないんですけど5万5千とかだったら1万下ろして4万5千とかにするより5千下ろして5万とかにする額で終わりたくて、なんかいつも絶対そうなの。9000円の時とかも絶対ゼロになる、1万とか下ろさなくて9000円とか下ろしちゃうタイプの人間なの、なんでかわかんないですけど。でちょうど今残りが綺麗だから、そう、もう今月使わないとこうと思って、あ、ダメだ、まあいいや、ママからお金もらう、だから買った、ずっと欲しかったスマホケースを買いました。見てください、可愛くない、今日から買いました、ワンちゃん、あの親友になってくれると、ワンちゃん危なっ、そう、もうこれからこれでもう絶対携帯落とさないって決めたの。でなんかまた携帯割れたんですよ、見てほしい、いや割れてはないんだけど、なんかフィルムが割れて、可愛い、ありがとうございます、だから落とさないようにと思って首掛けにしたの、もうパール可愛いしと思って。でもさ、カバン斜め掛けの時にこれも斜め掛けにしてたらなんか変だよなと思って過ごしてたけど、まあいっかって思った。これは iPad で配信してます。え、なんかガラスフィルムみたいなやつ買ったんですよ、なんかこの多分フィルムが、え、ガラスフィルムみたいなやつってよくないのかな、なんかガラスフィルムに変えてからめっちゃみんななんかさ割れるみたいな話をしてて、え、だから今もガラスフィルムにしたからめっちゃ割れるのかなと思って、みんなに聞きたいんですけど、まあそうだよな、スマホケース欲しいな、他にもあったわ、なんかこうやってかけるんですよ、長くないよ紐、こんぐらい、腕と比べるとこんぐらいで、こうやってやるやつ、あ、サイリウムありがとうございます、ガラスってさ割れるんだやっぱ、かわいいでしょ、え、そう、フィルムだけが割れてるよ、そうだよ、フィルムが割れちゃうんだよね、でもフィルムって割りたくなくない、あんまバキバキになるの本当に嫌なんですよ、 iPhone 割ったことないからわかんないけど、なった経験ないけど、ふん、ガラスフィルム割るのも嫌なんだよね最近、っていうかずっと携帯を割るのがなんか嫌なんだよね、あれみんな嫌だろうけど、なんかバキバキの人とかいるじゃん、でさ下のさなんていうんですか、フィルムをさ剥がしてさ割れてないか確認しようと思ったらさ、フィルム割れてることない、あ、じゃあフィルムにまたひび入ることないなんかさガラスフィルムじゃないやつってないのかな、何使ってるんですか皆さん、あ、サイリウムありがとう、ガラスフィルムですか、全員ガラスフィルムですか、ハートありがとうございます、やっぱみんなガラスなの、今流行りはガラスなの、 iPhone
え、やっぱ割れたまま揃いだね、なんと。やっぱガラスじゃないの方がいいのかな。なんかサーヤもガラスにしちゃうって言ってて話してたんです。なんか鏡のやつありがとうございます。今まで自分何使ってたんだろうって思ったの。それなんかさ、100均のガラスフィルムがなんか一番割れないみたいに聞いたんだけど本当と思って。まあいっか、ガラスで。これ何したんだろう。パパが買ってきてくれたからわかんないけど、でも前携帯買った時に高いやつを買ったんですよ、そのフィルムを。そしたら2000円、1500円ぐらいしたのかわかんないですけど、普通に高かった。めっちゃやだよ、お店の人に聞けないもん。てか自分で買ってないし、ね、やっぱ消耗品か、こういうのは。しょうがないもん。でもね、みんなにおすすめします、こういうリングがついてるやつ。楽です。えの、もう絶対に落とさないって決めなの、もう今日から。この首掛けをして、しかもこれで指を通すっていう。ほら見て、もう最強じゃない、絶対落ちなくない。もしこいつが壊れたとしても、こいつが守ってくれるんです、ワンコが。私は今日皆さんに、この人たちに守られながら生きていきます。そうだよ、指も通せるし、あの携帯立てれるみたいなやつ。え、だからめっちゃドラマは見やすいんですよ。これセットじゃない、全部バラバラ。チェーンもバラバラだし、この犬もバラバラだし、ケース持ち買ったし。でもこの中で一番高かったのはワンコっていう。素敵、ありがとうございます。ワンコが一番高かったんだよね。でも可愛いからいいやと思って買ってしまった。でもなんか本当はアップルのなんか携帯さ、つけたまま充電できるやつが欲しかったんですよ。でもあれ絶対重たいじゃんと思って、びっくりした、いいやと思って。え、うん、ワンコ以外のいっぱいあったよ。リボありがとうございます。携帯でドラマ見ますよ、倍速じゃないと見ないからね。これは 2% です。あ、そうだ、見ようと思ったら今日なんかサイト停止中なんだよね。このワンコの色違いもありました、白もあった。かわいい、ありがとうございます。てか見てほしい、録画面かわいい。最近変えた、これに。なんか今までずっと何もしてなかったんですよ、録画面っていうかな、何にしてたんだろうってぐらい別に多分フリー素材的なのを使ってたんですけど、これにしました。これはドンさんとユキさんと撮った靴の写真です。素敵、ありがとうございます。ほら、これはコンサートの時にドンさんと靴がお揃いのことを知って写真を撮ったら、ゆきさんも足を入れて写真を撮った時のやつを録画面にした。これ見てるとにやけます、嬉しくて。だから
今日も頑張ろうって思います。でも今日は幸せだったので楽しかった。明日は明日歯医者に行くんだった。待って待って、かわいい、ありがとうございます。28でしょ、29に行くでしょ、私歯医者を。31、2、3、もうまだ行けるか。公園お腹ペコペコの時に行ってなきゃいけない。かわいい、ありがとうございます。ちょっとミスったタイミング。そう、なんか公園にかぶらないように、昨日か今日行こうと思ったら歯医者予約するの永遠に忘れてて、でもさっき気づいて、あ、歯医者行かなきゃ今月中にと思って、で急遽決めたんだよね。まあ行った、歯が痛くならないことを願っててください皆さん。えなの無事にご飯が食べれることを祈ってください。でしょ、お腹ついて公園でも最悪、あのあれを食べます、なんとかインゼリーみたいなやつ、あ、こういうなんていうの、集中ゼリーみたいなやつ。ファイト、ありがとうございます。あ、歯悪くする予定じゃなくてあれです、矯正です。あ、そう、美大インゼリーだ、それだ。もう早く治ってほしくて、っていうかもう矯正なんか外したいなって思って、早く治そうと思って頑張ってる今。ハート、ありがとうございます。読書もあるのか、忘れてた。あ、じゃあいつもより長いか、そっかそっか。でもなんかいつもなんとなくで、で前もスープしか飲まずに公園出た覚えがあるからいけるかもしれない。ファイト、ありがとうございます。今何分？55分だった。そう、歯の裏につけてる。倒れないでね、だって倒れないよ。公園は8人です。え、でしょ、歯並び良くなったよね。誰かにも言われた、ふいちゃんだ、ふいちゃんにも歯並びなんか綺麗だよねって言ってくれて、あ、矯正してるの知ってるんですけど、てかふえちゃんから教えてもらったんですよ、矯正の話をたくさん聞かせてくれたんですけど。そう、歯が黄色くなった。もうやっぱさ、1ヶ月やるとさ、歯ってこんな汚くなるんだって思ったの。なんか気づかぬうちに歯めちゃめちゃ黄色くなるんだなって。ってか、この話したことあるかもしれないんですけど、カレー食べると本当に黄色くなる。毎日のようにカレー食べたらどうなるのかめっちゃ気になるんだよね最近。矯正して輪郭変わったんですよ実は。なんか大富豪の写真を比べたらめっちゃわかるんですよ。そう、この前家族でやってて、なんかこの写真の時漏れてない
この時漏れてるみたいなのがあるんですよ。それだいたい矯正前の写真なの。見てほしい。やってください、ぜひ。2台携帯があること。え、カレーは禁止じゃないんですよ。なんか矯正の帰るちょっと前とかに色素が濃いものを食べてくださいねって言ってくれて、別に食べないでとは言われてないし、食べていいですよって言われたからよしと思って。え、来月やってみようかな、どんだけ黄色くなるか。でもカレーって1ヶ月に1回ぐらい食べないとさ、生きていけなくない？いや、マジカレー好きなのか分かんないんですけど、月1絶対食べる。え、ガム噛めなくない？てかアイドルデイズの一番初めの顔本当にやばい。え、そう、入れてほしい、みんな。逆に見てほしいもん。びっくりした。え、ねえ、あれはやばいよね。エラの中で結構問題作だと思うんだよね。一番もう何も思わなくなったんですけど、なんかその時本当に嫌だった、あの写真が出るのが。なんか面白い。え、ということで時間なのでありがとうございました。明日も歌いましょうね。バイバーイ。